嬉しかったです。共演者の方に褒めていただいた。なんかさ、皆さんすごいからさ、迫力もだし高音とかさ、いろいろすごいからさ、その中でさ、自分もさ歌うっていうことがいつも緊張するんです。そんな中で歌うっていうのがね、しかも私の歌の時結構ほとんどの方々が台上に現れるから、それでまた緊張するよね。自分も聞き惚れました。でも釣られてたでしょ。深くにも歌声で涙ちょっと出ました。本当？嬉しい。サントラに入ってないけど、節月花の配信とかあるかな。節月花はないんですよ。そうだから本当に配信で見るかあれで見るかしかない。それ演出わら。違う違う、その演出がついてるから緊張するんじゃん。それ演出ってそりゃ知っとるけどさ。違う、他のそのジェストのシーンでもさ、フェスあのロックフェスのシーンでも袖には皆さんいるから、そこで歌ったとしても聞かれてるのは聞かれてるから、聞かれてるから緊張するとかじゃなくて、その自分が歌ってる時に台上に皆さんがいてさ、皆さんは芝居をしてるわけですよ、私の歌の中で。だから私の歌がちょっとでもこけたらさ、その皆さんの芝居すべてもさこけるというかさ、あれってなるさ、なるじゃん絶対。視覚からは皆さんのいい演技が映ってるけど、聴覚はさ結構さ来るじゃん。スーパー寝落ちタイムを見に行く。いやん、みつきさんも他の方に負けてはないよな。ゆうまくんのゆうまくんたちの音楽なんて負けてないよ。ゆうまくんたちの音楽だって負けてないよ。月しぐれの時もそんな感じのシーン、もう違う歌う時そういう感じのシーンしかなくて、フェイターの時からもうそうなんですよね。あのフェイターの時はもう基本はその自分と同じ世界線の人だったんですけど、ちょっとなんか結局は全員出てきたんだし、炎みんなめちゃくちゃ頑張って演技の練習したんだろうなっていうのを垣間見えてかっこよかった。嬉しい、見に来てくれて朝言ってましたもんね、ありがとう。舞台も歌も良かったよ、目の前でこけたおきちゃんが心配。すごい音しましたもんね。ミスしても青木さんが何がしてくれ、青木さん誰。青木さん、そうそうそう、みつきさんの雪月花大好き、ありがとう。私はひなです、どうも。あそこのキラーンどうやったら可愛くできるか、いつも前は24日は動物の森をイメージしたんですよ。キラーンキラーン、お師匠があの教えてくれるような感じのやつやって、今日はなんかキラーンってやったの。どうやったら可愛くなるか試行錯誤し中。まあでもどうやったって正解を求めてるんじゃなくて、いろんなバリエーションがしたいだけなんですけど、金曜見に行くだけを人生のモチベーションにして生きてます。うお、カレンちゃん見習おう。
劇中にアドリブとかも含まれてるの。うん、含まれてる時もありますね。ひなのアクセサリーは全部衣装？うん、全部衣装。アフターライブのつなぎ毎回楽しみで仕方ない。ねえ、あれもあれもほぼアドリブだから、あのなんちゃらなんちゃらラブラスなんちゃらランちゃらのところからもう葵さんが何して出てくるかもわからんしね、毎回。桃田美月ちゃんにこんな引き出しあるのかって知ってさらに好きになった。嬉しい。ミチューってアドリブ得意な方ですか？アドリブ得意ではないですね。わかんない、どうなんだろう。ゴールドヒップ、ゴールドヒップさんお誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。ゴールドヒップさんおめでとう。イエーイ、おめでとうございます。ゴールドヒップ、金のお尻、おめでとう。うん、ほんとね、今日の道しくかわいい、ありがとう。めっちゃ強そう。金のお尻。9時過ぎからセルアミ千秋楽アーカイブ見てまして、ただいま号泣中。あら、9時過ぎから見たってことはもう結構前に終わったでしょ、見終わったでしょ。まだ号泣してんの。今回は赤見沢さんとの絡みもシリアスな感じでいい。どこだ？高尾さんにコメントしたらいいねいただいて本当に優しい。うん、ひなの制服姿で出てくればいいのに。ひなね、最近私ヤンヤンつけ棒食べたいって思ったんですよね、今日。ねえ、たむきち、びっくり。寂しい。岩田ひなちゃんの名前を聞くとどうしてもひなイコールみちが頭に浮かんでくるのは自分だけでしょうか。あのね、千秋楽2時間半あった。え、そうなの？何落としたんだっけ今。あの、すごい言いたかったことがあったのに、何だったっけ。ああ、そうだ、船の最終日だったかな。 HINA って書いてある、あの、うちわを見つけて、そう、ほんでめっちゃあれ私かもって思ったよ。また違った。そういう間違いはあります。そうそうそう、だって STU のライブでさ、 STU のライブをするってなってさ、私のそのひな、ひなぎくの役のさ、ひなうちわをさ持って来てくださってる方もいたんですよ。でもいたけど、なかなかおらんじゃん、きっと。でももう HINA の文字を見ると、あ、自分のことかもって思っちゃうぐらいになったんだなって。
思っちゃうぐらいずっと役にのめり込んでるというかね、そういうことになっちゃうのかなって。いう感じでしたかね。嘘です嘘です。嘘じゃないけど。アンジュのおかげでヒナが描けるようになった。眠たくなってきた。誰が好きなんか深いでもあんな話し方にあんま話し方にヒナ要素が、ヒナはでも天真爛漫だからね。みちはあんまりコロナ怖くない感じですか。いやいや、手洗ったり新幹線とか乗るときは除菌シートで机拭いたりしてるよ。髪の毛ぺちゃんこになってる。28日も最前列なので、あーありがとう。28日来てほしい。 S と K と R 以外左右対称。 S と K と R？ あーそういうことね。こうピシって割ったらね。ひなって強い子だなって思う。本当やな。カラオケも行かないようにしてるんだよね。うん。行く。マジ？来てくれるの？直接見たけど楽しい。あん。28行くぞ。今度は落ち着いてみるんだ。でも目は合ってたよ。前も。眠いね。ね、眠たくない？なんで？眠たい時はこれだ。チョコ。配信アーカイブで見ます。配信で見るね。ありがとう皆さん。私の頑張りを見てて。なんでカラオケ行かないようにしてるの？だってマイクとかさ怖くない？部屋とか。脂肪や糖の吸収を抑えるやつ。明日は夜公演だけ。実は再販申し込んだつもりが申し込めてなかった。せっかく休みを取ったのにごめん。いやいや、休み取ってくれてありがとう。楽しんで休みを。今日の昼公演見ました。生ライブは迫力が違いますね。それな、いいよね。俺の知人はコロナに感染して8ヶ月仕事できなかった。ええー、大変。みちが一番バズったツイートって IC ですか。多分そう。
歌、歌どうでした？私の歌、私の歌はどうだったんだ。自分ももっとロック、ロックの歌を歌いたい。配信見れなかったの上にもう音も聞けんとお別れなのさね。ほんまにトモキキュンにやられる方々多すぎて、私のファンの方々びっくりする。嬉しい。だよかったです配信で。配信の方にそう言ってもらえるの嬉しい。配信に乗るとさ、違うようになるもんね。トモキは仕方ないやられる。なんで結局ミチがリアニで好きな曲なんだったの？なんだろうな。でも全部好きなんですよ本当に。決められなくて全部良すぎて。ジャンル違うじゃん、バンド系だったりロック系だったりとか、いろんな。アーティストって男が思ったよりパフォーマンスで伝えたいことたくさんあるのかなって舞台って思いました。確かに生バンドとカラオケの違い方、どん生バンドとカラオケの歌い方、どんなところ違いを意識してますか？なんだろうな。でも何の話してたっけ。いきなり眠くなってちょっとフリーズしちゃった。何の話してたっけ今。あれだ、あれ、あ、そうじゃ、生バンドと大きな違いは、生バンドは演奏してくださってる方々がいるので、その演奏してくださってる方々も演奏してて楽しいって思ってもらえるような歌が歌えたらいいなって思いながら歌ってる。口開いてた。あんた休みメール送ったんだけどね、届かなかった。めっちゃ眠い。どうしよう皆さん、眠たい。口開いてた。今感じた自分でも。
あ、危ない、ごめん。あ、皆既月食いいな。それでは壇上見ますね。ありがとう皆さん、優しさを。30分だけにしか予約も入れなかったのに、みんな13位ダダダダムの32位ダンディさん、11位 M ケンさん、10位マサジさん、9位ギルスさん、8位セリアさん、7位デブニャンさん、6位ジャストミトさん、5位ホーポンさん、4位ツボユースケさん、3位パオシさん、2位ヒロシティアンデさん、そして1位はドルルルンシャン。中原さん、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位はドルルルルルじゃん、キミさん。キミさんの1位だった時のスピーチのモノマネをします。ちょっと待って、何がしたかったんだろう今。待って、なんかのモノマネしたかったのに何だったか忘れちゃった。悲しい。何だったんだろう。あ、違う。本当かにゃ、本当かにゃ。今はベランダで涼んでるにゃ。はい。意味がわからなくなってきた。あー大変。それではおやすみだにゃこれが人狼ゲームだったら私は狂人だ。それではまた明日、おやすみなさい。ありがとう、いっぱい来てくれて。 Thank you、ありがとう。